今回はこちらのアンパンマンポテトを使って料理していきます。子供が少し大きくなったお母様方、子供の喜ぶ料理を作りたいからアンパンマンポテトを買ったけど、どう料理すればいいんだろう、そう思っていますよね。そんな方にも安心です。この動画を見れば子供の大喜びするアンパンマンポテトが作れるようになりますよ。ぜひ最後まで見ていってください。それではまずアンパンマンポテトを開けていきましょう。ドキンちゃん、カレーパンマン、食パンマン、アンパンマン。ちなみにバイキンマンは入っていなかったため、もう一袋買いに行きましたが、その袋にも一つしか入っていませんでした。徹底した衛生面への配慮、素晴らしい商品ですね。それではまずアンパンマンを一つ取り出して、焼酎に5分ほどつけて臭みを抜いていきます。近年の研究では、野生のアンパンマンがウサギやカバと遊んでいるという報告もあるため、消毒も意味も込めて念入りにつけていきましょう。つけ終わったらしっかりとフォークで刺し、逃げないようにしておきましょう。続いてはアルコールランプを用意します。アルコールを注ぎ加熱殺菌していきましょう。愛する我が子のための料理、バイキンを1匹でも残してはいけません。徹底した正義、アンパンマンが教えてくれたことです。続いては可能な限り熱い油で揚げていきましょう。こうすることにより一瞬で焦げ付き、旨味を逃がしません。子供は揚げ物が大好きですからね。続いてはフライパンを用意し、バター醤油で味付けしていきましょう。椎茸やホタテのバター醤油は子供の好きな食べ物ランキング上位ですからね。この味付けをしておけば間違いないです。蓋をして香りをつけたら、子供の大好きなケチャップをつけてあげましょう。子供も大喜びしていますね。続いてはソース作りです。すり鉢、食パンマン、カレーパンマンを用意しましょう。最大限力を入れ、粉々に砕きます。アンパンマンの見えているところで潰すと、無念さや屈辱の成分が活発になり、アンパンマンの旨味を引き出します。ざまあみろ。さて、塩コショウ、牛乳を加えてお皿に盛り付け、アンパンマンの頭上にドキンちゃん、バイキンマンを添えれば完成です。正義の敗北、子供にも愛と勇気だけでは社会に通用したいということを、この料理をもって伝えておいてあげましょう。さあ、それではいただいていきましょう。あし。